大江原バ K は、日本中央競馬会、ミホトレーニングセンターに所属する騎手。父は、騎手時代に障害 GI で参照をあげ、現調教助手の大江原隆史、おじは調教師の大江原明。2004年 JRA 競馬学校、第24期生として入学。なお同期入学には8人おり、その中に、北村公平の弟や平野優もいた。 2008年同校を卒業、父と叔父は共に、騎手時代から美穂に所属していたが、美穂だと甘えてしまうかもしれないとの理由であえて、立党を所属先に選び、立党、作田誠治旧社所属騎手としてデビューした。同期生に伊藤匠信と三浦光生、また、地方競馬大井から内田博之、高知から高野博史両名が、JRA に移籍している。 しかし機種デビュー初日となる3月1日、中京第5競争で6位入選後、3コーナーで急に外側に車行したとして14着に、降着。JRA 史上初となる、デビュー初日の機場停止処分を受けた。その後も機場場に恵まれず、新人機種でありながら、満足に機場経験すら積めない状態が続いた。 2009年3月2日付で所属を立党から、美穂に移し、どこの旧車にも所属しない、フリーの騎手として活動。騎乗数を増やすために4月4日から、障害競争にも騎乗するようになる。同年7月18日の障害未勝利戦で、藤沢和夫旧車所属の初障害馬ムーンレスナイトに、騎乗するが、気象難の馬であったために落馬した。 派手な落ち方であったため大怪我が心配されたが打撲で済んだ。次週7月26日に新潟競馬場で行われた障害未勝利戦で同じ藤沢9車の初障害バキングアーサーに起乗し最後の直線で追いすがる2着馬を首差しのいで初勝利を挙げた。デビューして約1年5ヶ月近く121戦目での初勝利だった。 その後も障害競争では勝ち星を上げる一方、平地競争では勝利どころか、非常機会もほとんどなく、当時障害競争が行われていなかった第3馬で、開催されていた若手機種限定競争にもほとんど参加できなかった。実際に、2013年は5月26日の東京競馬第5競争が唯一の平地競争であった。しかし、2014年より、 障害競争及び、若手機種限定競争が、いずれも、第三波開催を基本とするようになった結果、1月19日、中京第二レースの若手機種限定競争で、サンライズレーブに帰乗して一着となり、平地競争初勝利を挙げた。2015年2月3日、軽自動車で、人身事故を起こし逮捕されたため、大江原には、最低委員会の議定があるまでの間、 企情停止処分が下された。その後、同年6月11日に、龍ヶ崎簡易裁判所において、罰金刑のみと確定したことを受け、6月26日、行われた、裁定委員会において、7月3日までの、企情停止処分が決定した。停止明け直後の7月4日、7月5日は、企情場が、なかったが、翌週7月11日の福島競馬から、 企業再開、同年10月10日の東京競馬第4競争で、復帰後初勝利を挙げた。ありがとうございます。